ベルリン・シェーネベルク区にある旧人民法廷の長者人民法廷は国家社会主義ドイツ労働者統制権期の1934年に設立されたドイツの裁判所。反逆及び売国行為の罪に対する判決を行うと定められていた。民族法廷もしくは民族裁判所とも訳される。1933年に起こったドイツ国会議事堂。 放火事件の容疑者に対する司法判断に不満を持ったアドルフ・ヒトラーは1934年4月24日に刑法及び刑事訴訟法改正のための法律を制定しその法律の中の第3章に人民法廷を規定した第3章の1条は反逆及び売国行為の罪に対する判決のために人民法廷を設置すると定め第5条には 人民法廷の判決に対しては、いかなる法的手段による対抗も許さないと定められている。この法律に基づいて1934年8月1日から人民法廷が開かれるようになった。この法廷は当初特別裁判所とされたが、1936年4月18日には普通裁判所と規定された。裁判所は1名の長官。 数名の部長、顧問で構成された。その裁判官は、就寝の職業裁判官のほか、司法大臣の推薦で、相当ヒトラーが任命する任期5年の名誉裁判官が任じられた。裁判長は、職業裁判官が務めた。裁判は一申請であり、控訴は許されなかった。弁護人はつけることができたが、長官の許可が必要な上に、その許可を取り消すこともできた。 判決は、職業裁判官2名と、放送資格を有しない、名誉裁判官3名で構成される合議体の多数決によることとされた。ヒトラー暗殺未遂事件における、人民法廷中央の報復姿の人物が、法廷長官のローラント・フライスラーこの裁判所の目的は、設立4周年記念公演で、ハインリヒ・パリジュース裁判官が述べたように、裁判することではなく、 国家社会主義の敵を抹殺することであった。1942年7月22日に国民啓蒙、宣伝書ヨーゼフ・ゲッペルスは裁判官を前に判決が合法的であるか否かは問題ではない。むしろ判決の項目的性のみが重要なのである。裁判の基礎とすべきは法律ではなく犯罪者は抹殺されねばならないとの断固たる決意である。 と演説しており、1942年8月に長官に就任したローラント・フライスラーはヒトラーに宛てた書簡で、心構えを今後、各家ご自身の分身として、各家のお考えに沿う通りの判決を下すよう絶えず、努力する所存でございますと書いている。後半において、被告人に弁解の機会はほとんど与えられず、裁判官自身が被告人の人格を罵倒し、 責め立てることもしばしばであった。この裁判所では、ヒトラー暗殺未遂や、白いバラ運動といった著名な事件の被告人も多く、この裁判所で裁かれている。単なる政治犯にとどまらず、ナチスドイツへの反逆者とみなされた人物は、数多くこの裁判所で裁かれることになった。この裁判所で取り扱われる犯罪は、民族に対する罪として扱われ、 死刑を含む原罰が被告に対して数多く下された。いわば人民法廷はナチスに反逆する者を合法的に抹殺する装置になっていた。裁判長として多数の死刑判決を言い渡したフライスラーは1945年2月3日に空襲で死亡した。その他の人民法廷関係者に対する戦後の扱いは 多分野と比較すると寛大だったと言われている。これは、1956年に当時適用された法律を守り、またはその行為の不当さを認識できなかった場合は、罪に問わないという判決が出されたためである。しかし、ローラント・フライスラーが担当した裁判に賠償した裁判官に対して、罪を問う試みが継続され、反水はヒム・レーゼとパウル・ライマースが起訴されている。 レーゼは1960年代に起訴され、一審で殺人幇助3件と殺人未遂幇助4件によって懲役5年とされたが、控訴後の差し戻し裁判で無罪となり、再度の控訴審の最中に死亡したため判決が確定しなかった。ライマースは1984年に殺人62件と殺人未遂35件で起訴された。この時は、 フライスラーが長官に就任した1942年8月以降の人民法廷は通常の法廷ではなく見せかけの法廷と見るべきだと理由で起訴に踏み切ったものの後半前にライマースが自殺その後も捜査が継続されたがもはや罪を問える被告が存在しないとして1991年に停止された2件目の起訴に関連し 1985年1月25日に、ドイツ連邦議会は、人民法廷を、ナチスの恣意的な支配のためのテロ組織であったと評価し、その判決の法的効果をなくすと決議した。さらに、1998年8月25日に、刑法裁判におけるナチスによる不当な判決を廃止する法律が交付され、 人民法廷をはじめとする裁判所が、ナチス政権維持のために行った政治的、軍事的、人種的、宗教的、あるいは世界観を理由とする刑法の判決が、すべて取り消された。人民法廷だけでなく、1933年3月から1945年2月の、期間に交付された約60の法令を根拠とした、不当な判決で失われた名誉が、この法律で、 ようやく回復された。A.B. 安倍義夫 2001P270 南俊明、民族共同体と法 8P 南俊明、民族共同体と法12から 13P ありがとうございます。